政府は現行の保険証について12月2日で新規発行を停止するのに合わせマイナ保険証への一本化を推進しています県保険医協会によりますと県内での7月時点のマイナ保険証の利用率は12.82%と低調で利用の際認証エラーや受付時間の超過などが7割を超える医療機関で発生しているということです また、現行保険証での手続きの方が確実とする声もあることなどから県保険医協会は昨日現行の保険証を存続させるよう政府に要望書を提出したということです。